はい、じゃあ、今さっきの試合についてちょっと言い訳があるらしいんで、カスさんに、はい、マイクを渡します。どうぞ。まあ僕はホームじゃないんで、まあなんというかホームの人に花を持たせるのが礼儀かなっていうのもあるんですけど、キャラ的に正直言って無理です。本当無理です。はい、ありがとうございました。まだ壁付けは続きますんで、気を落とさずに頑張ってもらいたい。さあ続いて、グーさんが入っていく。はい、つうか俺ちょっとマイク交代してほしい。喉が痛い。だいぶ、じゃあだいぶ飯食ってるわ。いいよ、俺一人でやるよ。喉が痛い。ちょっとこれ合算書いとって。さあ見ていきましょう。もうすでに始まっている。さあ、まあ先ほど勝ったカズラシンの大五兵がご飯を食べながら、グーさんにダメ出しをしていく。カウンター。さあ鬼の読み合いが続く。厳しい。おっと、ここ甘えたところをまだあるぞ。さあ透かしている。ジャンシー、なんだ今の当たり方。ふざけんな。さあ2本目。じゃあエアヤンクロー、シーンを空振ったのを見てしっかりと恐怖を。さあ A からアイアン。さあ厳しい固めが続くが、ここは撃退しっかり決めていく。ガギャン、ここは掴み足の置き目。じゃあまあ見えません。さあ難なく取っていく伸び。さあどんどん行きましょう。さあ今のところ伸びが 1-0。まあ、彼らもかなりの強キャラなんですが、玉木に対して相性がそこまで良くないので辛い戦いを強いることになるが、ここはしっかり見ている。ダッシュからのジャイスイ。さあ減るんです、これが。おっと、ここはしっかり撃退で。さあちょっとコードが違った。どうする？立ち火、暴れていた。さあ、一回。さあ、爆発も当たってしまう。さあ、しっかり見ている。スキル発動して、ジャーマン。下が A から、ここはガードしてしまった。さあテンションももう青くなる。じゃあまあ立ち下が A で落としていく。おっと、ここはパシバット。さあここは後ろジャンプ C が刺さってしまい、玉木の勝利。なんか雰囲気的に何も起こらない気がするんですけど、大丈夫ですかこれ、グーさん。さあ気を取り戻していきましょう。はい、現在伸びが2本を先取している状態。見ていきましょう。ちょっと待って、ジャイスイ本当タックがふざけてる。おダッシュ、ジャイスをしっかり避けている。だがゲージがない。ここはちょっと厳しいんじゃないか。とここで発動。さあ青天井に立っていく。ダンスだがすぐに溶けてしまった。
しゃがみよう。ジャンシー2-2。ここはゲージを使わずに殺していく。さあとりあえず発動していき、カウンター。ここは追撃をちょっとリスクしまう。さあパッシブから攻守交代。さあ暴れてしまい恐怖が当たる。大水はしっかり避けている。大水は石炭か。ここであれ殺さない殺さない。これやばいんじゃないの。まだあるよ。あっとここは焦って飛んでしまったノビー。やっと一本取る。ジャンシーから恐怖が当たり、爆発はギリギリ間に合うが当たらない。ここもう一発入れて、さあ青テンション、ゲージもない。チャンスじゃないかこれは。さあ投げ間合いを嫌い、バックして、さあその間にテンションが戻り、おっとダッシュに噛み合ったが追撃はできない。さあこれはまだまだあるのか。魂だとまだあるのか。あっとあっと爆発が間に合った。さあまだあるか。さあジャンプ B めくってはいなかった。表ガードなんとか一矢報いた。グーさん2対1ですね。さあなんとか1本を取ったグーさんがこのまま連勝すると星をイーブンに戻す。発動ジャンプシーから確認。いやいや、ジャーマンジャンシー、ここはヒット確認はしっかりしていなかった。しかしジャーマンでフォローしていく。大水展開が早い。撃退、アグレッシブに撃退していく。さあ前線避けていく。ジャーマン見えない。さあさあさあ気づけば画面端に彼らが追い込まれていく。ここは美味しいか。あっとダッシュを見越して通常投げに返している。さあ相手が赤点なのでまだ発動しないが発動していく。ここはぶっ放す。カウンター当たって爆発も当たってそのまま運よく一気に持っていったタルラの勝利。さあゲージがありませんがまだわからない。空中投げ、ガーキャン。さあなんとかゲージを食べていきたい。突進は避けていく。あっとさあまだこのまま殺しきることができるのか。さあダッシュ坂瓶がうまく機能している。とさあここで投げと打撃の差がきつい。そうジャンエーを空中ガードしてしっかりと確保していく。さあしかしこのライフ差は全然わからない。最後まで油断することができない。さあ一発読み合いで全てが台無しになってしまうが危ない。ここは発動。さあここは恐怖を放していって死んだんだけど。
ふざけたキャラだ本当に。さあ終わってみれば3対1。あそこの、まあ結果論ですけれども、あそこの恐怖を読み勝てば星は同じになってたんですけれども、気づけば3対1。さあ5戦目カウンター、ここは発動しない。でゲージを節約して、さあこのレースはおそらくガード持ってきたんでしょうけど、当てている。しかし結果的に青手になってしまう。さあエアヤン、さあこの画面足の攻めがきつい。おっと、これは殺した方が。さあここは結果的にゲージを温存できる形になったグーの勝ち。さあ撃退がちょっと見えた感じがしたが、アグレッシブに行く。あ、カウンターしてくる。あ、これは美味しい。さあ神の大本営から安いけどという声が今漏れていく。さあ厳しいが、エアヤン、おっと SA がヒットして、これは致死量。さあ3対2、まだまだわからないか。さあ星は3対2で、1つのびさん勝ってる感じですね。さあアリナハットカウンターヒット、さあ続いて安いが2発目に当たってしまう。とさあコスト大、おっと AI やん、飛んでないのに AI が見えた今。とははは撃退のさっきからことごとくしゃがえで落としている。キピンして青線、厳しい。ここはたまらずぶっ放す。さあおそらく思惑としてはジャンシーからアクティブ発動で獲得していきたいところだったんですけれども、ジャンシーがまず当たらなかった。スクー投げ、ジャンビを早めに当ててリナ発動。なんだ、おっとこれは美味しい。さあ依然青天、この間に勝負を決めておきたい。くぐって下が A から AI やん。さあここはこれはまだこのライフ差でありながらも全くのゴムであると言っていいだろう。はいジャーマン、さあ下が A で落としていく。3度目、しかしなんとか発動してハラハラ殺す。さあダッシュを見てから恐怖、ちょっとゲージがない。さあテンションを青くしていきたい、テンションが青くなる。おっとこれは美味しい、減るよ1万越した。そして再び青点、これはまだあるんじゃないか。さあホームランが潰れている。さあこれは五分と言っていいだろう。さあパシバスト、どうする、当て投げ、これはこれはどうする。さあ現実的にもカルラがかなり厳しい、危ない。あーダッシュ通常投げ。もう今のグーさんは見るからにひよってましたね。
そしてこれで乃木さんが勝利に王手ですね。4対2です。さあこれで終わってしまうのか、グーさん。いやいや、ここはしっかりと爆発拒否。あー、空中撃退にカウンターヒット。ジャマー見えません。ここはジャンシーよりも、カルラのジャンシーの方が早かった。さあ赤テンションが、しかし厳しい。さあ勝利に王手。となぜか立ちをしている。じゃあまあ画面足パッシブ発動。おっと、ここは当たってしまう。おっと、さすがに届かない。ダッシュからジャイスイ、アグレッシブすぎる。キュッピンして、キュッピン。お、ここは暴れていた。あー、追撃がちょっとできない。タッチで、ワンコンボ。ここはどうだろう、 SA で殺した方が良かったんじゃないのか。しかしリナがある。発動。さあまだ分からないというか、これはどうだ。さどうだ、知るか。知らない。死んだ。残念でした。勝ったな、ノビー。じゃあシエルさん。